梅若万三郎梅若流とは、大正14年から昭和29年まで存在した、農学して方の流派。関西流から梅若派の梅若万三郎、二世、梅若実、六世、関西鉄の城が離脱して創設。昭和29年に、農学協会の圧線で、関西流に復帰している。明治維新期、関西宗家は、徳川家と共に、 静岡に本拠を移した時期があった年に、東京に復帰。この時期に、江戸、東京で猿学を守り続けたのが、関税流では、諸生、梅若実と後世関税鉄の城であった。諸生梅若実は、文政11年に、熊谷の鯨池に生まれたが、梅若六郎家に、後継ぎとなる男子がおらず、また梅若六郎家が、鯨池に、巨額の借金をしていたため、 クジ家の子供が、梅若六郎家を継ぐことで借金を棒引きにするという取引がなされ、梅若六郎家に養子入りしたという経歴を持っていた。24世伊聡家、関ン元重関シ元重ン完売問題も、参照書生、梅若実は明治に入り、弟子に対し独自に農薬者としての免状を発行するようになったが、これが関ン流の内部で問題視されるようになった。 それでも、諸星、梅若実の存命中は、関西流側も表だった動きを見せなかったが、諸星、梅若実が死ぬと、関西宗家と梅若一門との間での免状問題が再燃し、大正十四年に梅若はじめ門は、関西流から除名されることとなった。梅若はじめ門は、集会を開き、以後は梅若流として活動していくことで一致したが、 誰を家元とするかという問題で議論となり、結論はなかなか出なかった。この背景には、当時の梅若はじめもんが、実力きっ抗する三人によって指導されており、それぞれの弟子たちが、自分の師匠を家元に押したという事情がある。また、関税鉄の城は、関税文家の当主、梅若万三郎は54世、梅若六郎の実刑であり、単純に54世、 梅若六郎を家元とするという形では、議論がまとまらなかった。会議では3人が数年ごとに、家元となるという交代制などの案も出たが、結局、梅若万三郎が、家元となるという形で決着した。このようにして、梅若流は出発したが、直後の関東大震災によって、梅若六郎家は、脳舞台を失ってしまう。大打撃を受けた梅若流に追い打ちをかけるように、 昭和7年までには、関瀬鉄之丞や、梅若万三郎家が次々に、関瀬流に復帰し、梅若流には、梅若六郎家のみが残された。54世、梅若六郎のもとにも、関瀬流への復帰を仲介する声がかかったが、54世は、少なくとも、自分の代で、関瀬流に復帰するのでは、筋が通らないとこれを拒み、結局、54世が隠居して2世。 梅若実となり、55世、梅若六郎が、梅若流家元となっていた、昭和29年になって、ようやく農学協会の圧戦により、梅若流の関税流合流が果たされた。梅若実は、明治以降の梅若六郎の隠居名であり、初世、梅若実のの芸名は、梅若亀次郎、梅若六之助、梅若六郎、梅若実という変遷をたどっているが、 本校では、繁雑を避けるために、諸生梅若見で統一する。梅若六郎としては五十二世である。他、宝生流の宝生九郎、コンパル流の桜館伴い馬なども江戸に残り、梅若みのるらと共同で演奏に取り組んだ五十六世、梅若六郎、前書、所、十九ページ、梅若六郎家では、東京に戻った二十二世。 関税大部の関税清高の了承を得ていたとされている。関税鉄の城家は、関税文家として、関税流内でも宗家に次ぐ格式を持っているが、当時の鉄の城は五十四世、梅若六郎の妹と結婚していたため、五十四世、梅若六郎の議定でもあった。五十六世、梅若六郎、前継書、四十五から四十六ページ。ありがとうございます。